シェケムは、旧約聖書に登場する地名である。パレスチナの中央に位置し、今日のヨルダン川西岸地区における、ナーブルス付近のテルエル・バラータであるとされている。新約聖書時代のスカルであると言われる。シェケムが最初に登場するのは、アブラハムがカランを出発して、カナンに入った時に、最初に滞在した場所の近くとしてである。モレのカシの木がある場所で、 主がアブラハムに現れて、契約を更新された。アブラハムはそこに祭壇を築いて、そこから32キロメートル南のベテルに移動した。ヤコブはパダンアラムから抜きとの途上で、シェケムの前で宿泳をしたハモルの息子たちから土地を買って、祭壇を築き、エル・エロヘイスラエルと名付けた。ユダヤ人の伝承によるとその時に、ヤコブが井戸を掘り、それが、 ヤコブの泉と呼ばれていると言われ、ヨハネの福音書、第四章に登場する。ヨセフの遺体はエジプトから運び出されて、シェケムに葬られた。イスラエルのカナン占領後に、ヨシュアは民をシェケムに召集して、集会を開いた。民の歴史を解雇して、神とイスラエルの契約の証として、主の聖書のある歌詞の木の下に大きな石を立てた。シェケムは後に、 エフライム族とマナセ族の境界線になり、逃れの町、レビジンの町として、ケハテのコラに与えられた。ヤロブアム一世が、シェケムにおいて、北イスラエル王国を建国した。その後、しばらく北イスラエル王国の首都になった。しかし、南ユダ王国の攻撃を防ぐために、ヤロブアム一世は首都を、ペヌエル、ティルツァに移した。ホゼアやエレミアの時代もシェケムは重要な町であった。 しかし、バビロン補修以降サマリアの中心的な町になったが、全108年、ヨハネヒルカノスイスによって破壊された。ありがとうございます。